築60年、瓦屋根の吹き替え工事をしています。瓦職人による瓦と土の撤去の後、大工によって破風板や裏板などの解体が行われました。そして前回、大屋根の破風、広小米、品板、裏板などを交換し、日没が迫る中、なんとかのじ合板とルーフィングを張り終えました。今回は2日目の大工工事の後、瓦を吹き、板金で仕上げ、ついに屋根が完成します。昨日の疲労が残る朝です。作業に入る前に軽く打ち合わせのふりです。昨日は皆さん帰ってから泥のように寝たそうです。そんな感じで大丈夫でいきますかね。この日は下屋根の作業です。まずは雨どいや裏板を撤去します。大屋根に比べて既存のバラ板や裏板の欠損が多く見られます。そういえば瓦屋さんが穴いっぱい開いてるから気をつけてねと言っていました。カズさんが樋口の受け金具を外しています。これさ、誰かがちょっと引っ掛けるでしょ。だからこれを先に壊すの、怪我しないように。破風板も撤去していきます。マルチツーラーか、あの雰囲気のやつ、昨日カズ、はい、ええやつも撮ったから。マルチツールは今日も引っ張りだこです。飛び出た釘をバールで抜きます。釘が錆びている場合は木を傷つけないようにマルチツールでカットしました。寄せ細ったタルキは釘が効いていない箇所がいくつかありました。再度ビスで締め直します。もうラス1やね。外しそう。カズさんとヒロシさんのやりとりはまるで犬がじゃれているみたいです。ああ、分かった。弱らんやろ。この三角だけ足した方が強いし、ここで分ける。清水さんが言うには、こうやって作るよりも、こうやって作った方が強度が高いとのこと。大工歴44年の清水さんは我々の知恵袋。わからないことは清水さんが大体知っています。清水さんが現役の間にいろいろと教えてもらわなくては。三角を足せばいい
と言われて、その三角をすぐに簡単に作ってしまうのが、単純に大工さんってすごいなと思ってしまいました。ハフ板を取り付けていきます。こっち今14やで、これで決めるわ。もうビス止めなあかん。出ない。みんなインパクト黄色持っとんな、お前。これ誰も持っとらんと思ってこうてんの。黄色いやろ、誰も被らんやろ。おじさんたちがお揃いのインパクトドライバーでリスを打っています。上手やな、ハフスプーンも。これから水が作ってもらう。ほら、きれいやな。ハフ板取り付け完了です。春樹が折れた。カズさんが踏み抜きました。年月の経過によって油分が抜けて乾燥したタルキは折れることがあります。新しくヒノキのタルキに入れ替えます。劣化したタルキが雪の重みで折れてしまうことがあるのですが、そうなる前に踏み抜いたカズさんのお手柄です。ひろしさんは常に周りを見て作業全体のバランスを取る動きをしている印象でした。いつもテキパキ動き回っていて、おそらく移動距離ナンバーワンです。ハフとヒロコ米の取り付け完了です。次は品板の取り付けです。もう切りたくないね、ちょっと合わせたいね。これだとね、ゴブ出しにしてもらっていい？水谷さん、これちょっとこれからゼロに合わせてもらっていい？そいつからゼロに。自信ないでこれで。そういうのが一番難しい。裏板スタンバイしとんねや、これ。水谷さんはザ・頼れるお兄ちゃん。今回ハフやタルキ、品板などのカットを率先して行ってくれました。そして要所要所でタイムリーな一言を発してくれます。まずハフか。ちょっと胸後や。よく見やな。すぐ来てよ。社長で棟梁のカズさんは現在41歳。この中では最年少でバリバリの若手です。ベテランの皆さんと比べると、自分は大工職人としてはまだまだだと言っています。私から見たカズさんの強みは、自分を売り込む力とこだわりが強く、
馬鹿正直なところですね。裏に角度取ってます。あ、いいやいいやいいやんか。いい、すごくいい。ここ右端。品板の取り付け完了です。休憩中、清水家の新しくなったトイレの話で盛り上がっています。上だけのやつをエアつけて、便器ならライトつくし、外もつくし、匂い取りもできるし、お尻の水の出方が4段階できるし、これ4人まで設定できるのある。いよいよ。位置がいいよ。ABCD ってさ、4段階。その日によって違うの、座りの。まあ、朝寝るのもあるやん。お母ちゃんとさ、お父ちゃんと変えてくれたらすごいよね。いや、自分で選べる。あ、自分で選べる。もう4段階。血認証できたら。水谷さんのタイムリーが出たところで10時の休憩が終わりました。続いて裏板を張ります。作業が始まるとすごい勢いで工事が進んでいきます。特に打ち合わせをしなくても迷っている人は一人もいません。また張ってる張ってる。たるきに古い釘が残っていました。広古前には裏板が差し込めるようにあらかじめ溝を掘ってあります。裏板がスッとはまる瞬間は気持ちがいいです。これは入ったね。こちらにもともと貼ってあった既存の裏板は2部3の板でした。二分三とは、その名の通り二分三輪、約7ミリの薄板です。今はほとんど使われることはありません。二分三の代わりに杉の羽目板が使われるようになりました。赤身と白田が混在したこの杉板を源平と言います。白旗と赤旗を挙げて戦った源平合戦が由来のようです。既存の板との境目の部分が干渉してしまうので、サネを少し切り落としました。軒裏の下から見える部分のみ、このように化粧板を貼ります。今の家は、たるきを隠すように軒天材を貼るのが主流なので、このような仕事は必要ありません。昔の家は、たるきを見せる作りなので、その分手間がかかりますね。裏板終わりました。ここからヌジを貼っていきます。次は屋根の強度を上げるためにヌジ合板を上張りしていきます。今は瓦でもスレートでも金属屋根でも住宅はほぼすべてこの合板が貼られます。構造用合板を貼ることによって屋根の水平方向への強度が上がります。一方強度は少し落ちますが、耐久性の良いヒノキの無垢ののじ板を好んで貼る人もいます。ここまで来ると終わりが見えてきて嬉しい反面、この賑やかさが味わえなくなると思うと
ちょっと寂しい気もします。ひろしさんが美味しい見せ場を作ってくれました。オッケーです。こっちはオッケーです。間開けて、もう間開けてたんで。高さいくつ？6寸でいいっすよ。6寸5分だから。少し見えている壁の部分にも柱の間に合板を貼っていきます。いや順調ですね。昨日はすごい大屋根で手こずって、もう5時までやってたね、マックで。今日は朝から昨日と同じ工程なんで、まあ慣れた頃に終わるって感じですね。はい、大工さんがいっぱいいるんで楽勝です。あとはルーフィングを残すのみとなりました。こっちにも立ち上げか。ああ、こっちの星な、こっち、こうね、こっちか、こっちこう。使用するのは回質アスファルトルーフィング、通称ゴムアスと言います。安価なアスファルトルーフィングよりも弾力性が高くて破れにくく、耐久年数は倍以上と言われています。合板の端材を当てて角をしっかり出してから打ち付けます。2日目のお昼前、下屋根の大工工事が終了しました。廃材をトラックに積んで撤収です。今日は早めに休めそうですね。続いて瓦屋さんの出番です。たるきの位置に樹脂製の流水テープをタッカーで取り付けます。こちらは軒先の水切り、唐草です。たるきを狙って瓦山を打ち付けます。流水テープの厚みによってできる瓦山とルーフィングの隙間によって、入り込んでしまった雨が滞留することなく流れ落ちる仕組みです。昔の土拭きの瓦屋根の場合は少々雨が入り込んだとしても、濡れた土が小屋裏の熱気によって乾くという仕組みでした。現代の家の雨や外気を一切侵入させない高気密に対し、昔は雨が入る前提で通気性を良くし家を守るという考え方でした。今回使うのは平板瓦。瓦の裏にある爪を桟木に引っ掛け釘で固定する引っ掛け算瓦葺き工法による施工です。土の粘着力で瓦を固定していた土葺きよりもズレや飛散のリスクが減ります。さらに土がなくなったため1平方メートルあたり約30キロ屋根が軽くなります。災害に強い屋根へと着々と作業は進みます。母屋の破風板が立派になったのを見て、施主様から追加のご注文です。施主様が取り付けた板を外すと、もやの小口が腐っていました。
こちらも同じように破風を板金で巻いてほしいというご依頼です。杉の破風板を用意しました。破風板の継ぎ目にジョイントカッターで溝を掘ります。溝に木工ボンドを注入し、ビスケットジョイナーを差し込みます。ビスケットジョイントをするのは破風の継ぎ手が来るもやの小口が腐っていたためです。杉の破風は湿気で曲がったり、継ぎ目に段差ができやすい特徴があります。ビスケットジョイントをすることで破風板を一体化させ、継ぎ目に段差が生じるのを防ぎます。それにしても静かですね。基本的に大工工事は孤独で黙々と作業することが多いので、ワイワイと賑やかだったあの大工さんたちも普段は静かに作業してるのだと思うと信じられません。あとは板金職人さんにバトンタッチです。寒い？寒いな。続いて屋根の板金工事。1階増築部分のスレート屋根にカバー工法でガルバリウム屋根をかぶせます。既存の屋根はアスベストの含有量が少ないためかボロボロでした。この屋根は勾配が緩いため、雨が流れやすい縦方向の縦平拭きの屋根を選択しました。メンテナンスが楽で軽いガルバリウムの屋根材です。続いて破風板を板金で巻く作業です。化粧材ではない捨て破風に溶凝系サイディングや軽カル板を貼ったり、モルタルなどで仕上げる方法もあります。昔の日本家屋は美しい無垢材を使用したり、分譲住宅などではラワン材に塗装をして破風を仕上げることがほとんどでした。しかし30年ほど経つと痩せ細ったり腐って傷んでくることが多いです。今回は板金で巻いて雨や紫外線に対する耐久性を上げます。長い化粧材を持って足場をかいくぐり、行ったり来たりしながら、
今回も美しく仕上げてくれました。築60年、瓦屋根の葺き替え工事が完了しました。土を撤去したことで、約3600キロ屋根が軽くなりました。傷んでいた垂木は交換、薄く痩せ細った破風は厚みのある破風板に交換し、板金で巻いて丈夫に仕上げました。風雨にさらされても安心です。瓦職人と大工職人、そして板金職人によって災害に強い屋根へと生まれ変わりました。築年数が経過した昔ながらの和風のお家は日本中にたくさんありますが、それを直す職人さんが減ってきています。時代の流れに抗うことはできないとしても、今頑張っている職人さんたちの仕事ぶりをたくさんの人に見てもらえたらと思います。武蔵監督に工事完了の報告です。